話のマーマーをご紹介いたします。こちらがレディースリング、こちらがメンズリングです。流れる川と輝く水面を表現した結婚指輪です。それでは試着してみましょう。マーマーは川の流れをコンセプトにしてるんですよね。はい、あれですね、空ってやっぱ発色が、はい、うん、なんとイメージがあるんですけど、そうですね、側面も表面もどこにも色が入ってないので、なんか一見空っぽくないですよねそうですね、なので結構これはプラチナとかタンタルで作る人も多いかもしれないですね、うん、色は内側にのみですね、ですね、はい、でもシンプルな結婚指輪がいいっていう方は、そうですね、でも意外となんかよく見てみるとこのミニ流れのミニはどこも同じデザインはないっていう、結構考えられたデザインなんですよね。綺麗ですよね、この平打ちなんですけど、なんか程よい丸みがあっていいですか、優しい、つけ心地すごくいいですよ。ですか、とてもシンプルですが動きのあるデザインですね。そうですね、この削り出されてる感じがすごい、影ができておしゃれなんですよね。はい、この陰影がなんともなんか大人っぽい感じのデザインですよね。その素材のなんていうんですかね、ツヤみたいなのを楽しめますね。レディースは表面加工、はい、メンズはマット加工ですが、ラインに残ってる部分が表面になってるので、はい、より動きが出ていいですね。そうですね、なんか男性の方もシンプルになりすぎずおしゃれな感じですね。うん、確かに他にあんまりこういうデザインは見たことがないので、冒険しすぎない感じ、確かにちょっと外までは色出すのなんか抵抗あるかなっていう方とかは、でも空がいい、なら内側にこっそり色を入れちゃおうかみたいな、なんかそこだけこうお揃いでみたいなのもいいですよね、はい、じゃあプチ冒険でプチ冒険できる結婚指輪ですよね、うん、ちょっとカラーは派手な感じにしてもいいかもしれないですね、うん、表向きちょっと正統派に見えるんですが、中を見たらすっごいド派手だった結構遊んじゃうみたいな楽しいかもしれないです。内側の色見てみましょうか。はい、内側の色目ですが、レディースはパパラチアですね。パパラチア。そして似ていますが、メンズはちょっと違うカラーですか？若干寒色系で、スフェーンですね。スフェーン。スフェーンですね。はい。でも結構淡い色味で優しい感じですね、二つとも。これズームない方が綺麗かなと思って。あ、シューの方がよくわかるかもしれない。黄色とオレンジっていう感じの、まあって感じ実物見ていただいた方が、ね、分かりやすいですね。まあまあは陰影を楽しめる大人な結婚指輪です。